ただいま。お邪魔します。いらっしゃい。あら、コウキ君にトハちゃん、いらっしゃい。ゆっくりしていってね。またお世話になります。生徒会の活動が終わり、養殖宮瀬に来た俺たちを美弘の両親のサイさんとツバメさんが出迎えてくれた。店内はなかなかの盛況っぷりで、相変わらず活気と笑顔にあふれている。それじゃあ私着替えてきますね。今日はトアの生徒会入りを祝して腕によりをかけて作りますから。うん、よろしく。2名様オーダー入ります。美弘の料理か、楽しみだな。ちなみに美弘の料理の腕は一級品だ。プロの料理人として通用するレベルだと思う。にしても本当に良かったのか、生徒会入っちゃって。問題ない。ゲームできる時間減ると思うぞ。それは減らない。え、授業に出る時間削るから。いやいやいや、そこは削っちゃダメだろ。もしくは家にいる時間を増やす。それって結局授業に出る時間削られてるよな。細かいなお兄ちゃんは。そんなんじゃ生徒会でやっていけないよ。さっき入ったばっかのお前に言われたくないわ。お待たせしました、美少女一丁上がりです。ついでにお冷やをどうぞ。おお。呼ばれて振り向くとエプロン姿に着替えた美弘がいた。見慣れたものとはいえ未だにドキリとする。いつもより家庭的になった感じがして、そのギャップにうろたえちゃうんだよな。そのせいでちょっとぎこちない返事になってしまった。無表情無表情。お兄ちゃん不自然。何のことだ。自然だぞ、雄大な自然だぞ。雄大に照れてますね。先輩、家庭的な女性にグッとくるタイプですか。そういうわけじゃないが、世の中にはギャップ萌えというものがあってだな。あれれ、先輩私に萌えてるんですか。萌え萌えですか。そのうざい絡みがなければな。もう萌えは終わった。素直じゃない人ですね。何を言ってるんだ、俺ほど素直な人間なんていないんだからな。その発言がもう素直な人とは思えませんよね。みひろ、2番テーブルさんがオーダーよ。はーい。じゃあお二人ともごゆっくり。みひろはそう言うとキビスを返して厨房へと戻っていった。ひらひらと誘うようにスカートが揺れ、視線を外すのに苦労する。お兄ちゃん、生徒会に入ってからエロ度増してない。とんでもない誤解だ。環境とタイミングが良くないだけなんだって。たらふく美味しい料理を平らげて、俺たちは宮瀬を出た。美弘の作った飯はいつ食ってもうまい。はあ、お腹いっぱいで幸せだ。やっぱり美味しい手料理ってのは心まで満たしてくれる何かがある。家に戻る道すがら、隣を歩くとはもどことなく満足げな表情を浮かべている。うまかった。ああ、相変わらず絶品だったな。家で食べる夕食も毎日ああだったらいいのに。無茶言うな。美弘のあれは一種の才能だ。幼少期から蔡さんやツバメさんの料理を食べて舌が肥えているせいもあるんだろう。けどそれを完璧に再現できるのは日頃の努力の上に類まれな才能あってこそだ。俺なんかが今更修行したところで到底及ぶべくもない。しかも独学で料理の修行までしているみたいだしな。今から頑張ったところで追いつける気しないわ。みたいだね。たまに今日は料理の研究がしたいからってゲームの誘いを断られることあるし。へえ、意外だな。みひろでも断ることがあるのか。とわからの誘いは断らないイメージがあった。特に最近は多いよ、生徒会もあるしね。ああ、そうか。お兄ちゃんも漫画と生徒会の二足のわらじで忙しいみたいだし、協力プレイが必要なステージが全然はかどらなくて困るんだけど。と言ってトアは小石を蹴飛ばした。ほんと二人が生徒会に入ったせいで私は迷惑してたんだからね。
ふーん、なるほどな。あんなメールを送ったのもそのあたりが関係してるのか。俺が問いを投げるとトアの足が止まった。どうしてあんなメールを送ったのかは分かんないけどさ、あ、でも岩隈先生にウイルスメールを送ったのってトアだよな。何のことだろう。確信はない。でも岩隈先生に届いたメールを見たときピンときた。あのメール一行目はしっかりしているのに、行を追うごとにひらがなばっかりになっていった。多分漢字に変換するのが面倒くさくなってきたんだと思う。後半になると開業も面倒くさくなったのか、文面が文字でびっちり埋まっていたし、極度の面倒くさがりが書いたとしか思えない文章だ。あのメールの書き方どこかで見たと思ってたんだ。仕事でどうしても長い文章を書かなきゃいけないときにお前もああいう書き方になるよな。トアは先を歩きながらしばらく黙っていた。よく知ってるね。仕事のメールなんて見せたことないと思うけど。時々リビングにパソコン持ち込んでメール打つことがあるだろ。見る気はなくても目には入るって。そんなこと覚えてたんだ。それがお兄ちゃんってもんだ。そっか。トアは体を左右に揺らすように歩きながら自分の髪を指に巻きつけていた。それでやっぱりあのメールはお前が送ったのか。どうだろうね。おい、ここまで言わせておいて教えてくれないのか。やっぱりお前だったんだろ。なんであんなメールを送ったんだよ。さーてねー。あ、おい。トアは先さっさと先を歩いていってしまった。やれやれ、まったく。うちの妹は一体何を考えているのやら。トアの考えてることは何でもわかるような気がしていたけど、意外と知らない面も多かったんだな。生徒会を続けていくうちに、そういう知らなかったトアの一面を知っていければいいな。4月19日月曜日、あれ、金曜日というか週末がなくなったな。暇。おお、一気に飛んだね。はい、てなわけで、じゃあ一旦ここら辺で締めようかな。よし。いやー、なるほどな。トアも生徒会入りすることになりましたね。いやー、なんだろうね、いいね。なんかこうようやくみんなが揃った感じがして、こっからって感じもあるけど、いやー、騒がしい日々が待ってますね。いやー、楽しいね。まあそれぞれのね、やっぱキャラの個性というものがあるけど、こっからそれぞれにね、スポット当たって、話が進んだり、まあ、日常のね、会が続いていくんでしょうけども、まあ、ところどころで、また選択肢が多分出てくるんだろうな。難しいね。今回の選択肢、悩むね。難しいかもしれない。ちゃんと選べるかな。まあ、ぼちぼち頑張りながらやっていきましょうや。はい。てなわけで、じゃあ今回はこれぐらいで終わりにしましょうかね。今回も、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどなどしてくれるととってもとっても嬉しいです。てなわけで今回はここまで。また次回もよろしくね。バイバイ。